30歳の夏はさすがに行こうかなと思ってます。体力的な面も考えつつちゃんとやれることをやっていこうっていう今をちゃんと生きて将来自分がどうなってるのか。ゲームは永遠にやりますね。マイナビニュースをご覧の皆さん、こんにちは、エサルです。やっぱりなんか、まあ、2年前出させていただいた時は無観客でやらせていただいてたんですけど、やっぱりお客さんがいると、まあ、会場の熱気もすごいですし、すごく、まあ、大きな歓声もいただいて、なんか僕自身もやっぱやっててテンション上がりましたし、すごいほっとしました。なんか盛り上がってくれてて、はい、変化や気づき、はい、今年の変化、はい、ちょうど29歳で20代ラストの年かなと思います。はい、はい、何でしょうね、変化ですか。20代最後にこれやってみたいとかで全然いいんです。何でしょう、でもちょっとフェスに行きたかったなっていう行きたかったになっちゃうんですけど、やっぱ夏ってね、そういう音楽のなかなかいい感じの時期じゃないですか。ちょっとそういうフェスとか行きたかったなと思ったんですけど、ちょうど今年の8月にがっつり作品入ってたんで、それまでは結構暇だったんですけど、ちょっとそれで今年の夏逃したなっていうのがある。ちょっと30歳の夏はさすがに行こうかなと思ってます。でも秋とかもなんか探せばフェスとかありそうじゃないですか。あるんですかね。俺もう何にも詳しくないんですよ。夏のイメージしかないんですけど、まあちょっと探しときますね、はい、なんでしょうね。なんかこう、まあもちろんまだまだだなと思うことが多いですし、いろんなことに挑戦はしていきたいなと思いつつ、なんかちゃんと身の丈に合ったというか、ね、あんまり今までがこうやりたいやりたいっていう欲だけでいろんな作品やってきて、結構体力持たなかったりとか大変だったなって思うこといっぱいあるんですけど、ちゃんと自分の体調だったりそういう体力的な面も考えつつちゃんとやれることをやっていこうっていうふうには思ってますね。まあ常に挑戦はしてはいたいんですけど、あんまりこうやりすぎずというか落ち着いて仕事をしていこうっていうのが30歳のテーマですね。いや特になくて、なんか本当に今まで目の前の仕事をやることが精一杯すぎて、自分が将来どうなってるんだろうっていうのを全く想像したこともなかったし、まあ未だにしてないんですけど、まあなんか今をちゃんと生きて将来自分がどうなってるのか、どうなってるのかっていうのが逆に楽しみと言いますか、あんまり将来こうなりたいなっていうのを考えてないですね。まあ、本当目先のこの作品やるためにこういう準備が必要とか、そういうちっちゃい目標みたいなものはいろいろありますけど、将来的にどうなりたいとかっていうのはあんまないですね。英語やられてます。全くやってなくて、まあ僕とかはまあ職業柄なんか海外とか行かせていただく機会も結構多いんですけど、なんか英語喋れるだけでもっと楽しめるんだろうなって思う瞬間がいっぱいあるし、なんかやっぱ英語できるっていうだけでいろいろ可能性広がるよなって思う瞬間がいっぱいあるんで、英語はできてそんなことはないと思いますね。ゲーム
ゲームは永遠にやりますね。最近ハマっているゲーム。最近ハマってんのは、まあ、Apex と、ついこの間出たアーマードコアっていう、フロムさんから出た、ロボット対戦みたいなゲームなんですけど、それがもう相当クオリティ高くて、それハマってますね。僕は大学行ったことないんで、よくわからないですけど、まあでもやっぱりそういう、学生だから、許されるみたいなことも多いと思うし、逆にこう大人になった時に学生のうちにやっとけよかったなって思うことって本当いっぱいあるから、なんかもうやりたいと思ったことはもう臆せず何でも足突っ込んでみて、まあ、失敗することもあるとは思いますけど、そういうことに臆さず何でもかんでもやった方がいいと思います。